いやー、光がないと難しいね。暗くて見えない、あんまり。でもその代わりもしかしたら見つけやすいかもね。リワードが見つけやすいかも。光り輝いてるから。ここら辺にはもうないのかな。お。これって違うか。さっきの場所じゃないよね、これは。違うよね。そうだよね。違うよね。あ、あの弾を使うんだ、また。なるほど。よし、行きますぜ。よし、一枚。とりあえず。なんもないの？いや、そこまでは届かないから、この弾でちょっと刺さないでよ。どういうこと？ここに置くんじゃないの、弾を。あ、出てきてる、なんか。もしかしてバグ、PC のスペック不足であんまり表示されてないとか、これ、変なかけらみたいになっちゃってるけど、グラフィックがバグってるね、ちょっと。なんか、つかめるところがあるんでしょうね、あそこに。あ、なんかいる。アマンド生きててやがったのか、こいつ。また来たの？誰だ？ケントか。ケント。 あのモンスターは何をモチーフにしてんだろう、わかんないけど。クトゥルー神話とか、なんかああいう系のやつかな。なんだっけ、黒の石踏みっていうクトゥルー神話のね、短編集みたいなやつ持ってるんですけど、あれまだ、ね、3章ぐらいまでしか読んでなくて、わかんない、まだあんまりわかんないんですけど、あれ結構好きですね。やった、ゲットブロンズ。ブロンズかな、5個目。なんだっけ、ロバートなんとかハワードのクトゥルー神話の短編集みたいな感じのやつで、黒の石踏みってやつがね、ラブクラフトのやつじゃなくて、ラブクラフトの友達が書いたやつみたいな、あれ持ってるんですけど、面白いですよ、結構。まあ、昔買ったんですけど、ちょっと続かなくて。でも最近読書が結構好きになってきたんで、また読んでみようって思ってます。時間ある時とかね。あれ面白いからな、本当に。アマンダいた。私たちは、ね、罠にはめられたってさ、その石を取ったら狙われんじゃない、逆に。あ、消えた。アマンダが正解だったってことね。じゃあ何？アマンダ逃げて、アマンダ逃げるよ。なんか音小さくなってない、ここ。まあいいか。アーマンド、何？よくある引っかかって取れなくなったパターン。
かかって、靴脱げばいいじゃん、靴脱げばいいじゃんって思うんだけど。ああまだ残念。でもね、第一ステージのボリビアってなんか闇に侵食された、闇に自分を売ったようなアマンダがいたよね。黒いアマンダがいたよね。一瞬だけ出てきたけどさ。お、これでクリア。びっくりした。To be perfectly Everyone agreed to leave things as they were. I will as much as I can. But from what Rutland said, I'm sure there's a clue down there about what killed him. リワード全部取れなかったね、やっぱり。難しいな。There's no use trying to enter at the same point. It's caved in. The river had to get in there somehow. I'll leave you to figure out the how. I can't go down there. I'm sorry. あ、何？こっから。It's fine, really.回想が終わってから今度は現代バージョンのララが行くってことね。なるほど。なるほどね。じゃあそこでリワードを探せるってことね。あった。何色だ？ブロンズでした。